分でアニメ紹介月刊少女野崎くん。ヒロインの女子高生、桜千代は同級生の野崎梅太郎にかねてから好意を抱いており、勇気を振り絞って告白。しかし野崎くんはプロの少女漫画家の側面があり、その告白をファンとしての好意と勘違い。そこからなぜか千代ちゃんはベタ塗り担当として野崎くんのアシスタントをすることに。千代ちゃんとしては野崎くんと一緒にいられることが嬉しいのですが、当の野崎くんは漫画のネタ集めしか頭になく、千代ちゃんは振り回されっぱなし。千代ちゃん以外にも高校の知り合いでアシスタントをやってくれている人はおり、その人たちとも交流を深めていくことになります。寡黙で天然な野崎くんと表情豊かで乙女な千代ちゃんのデコボココンビ。それに周りの愉快な、愉快すぎる仲間たち。よくよく見るとまともなキャラがいねえ。勘違いから始まるこの関係ですが、周りの人たちも誰かしらに対し勘違いしていることが多く、そのすれ違いが絶えません。いくつもの誤解のねじれ行く末をお楽しみください。パラスのこと千代ちゃんっていうのやめろよ。